今回はアンデグのシャワー浄水器について紹介します。セット内容はこの通りです。非常にシンプルです。このアンデグのケースには特徴が詳しく紹介されてます。このシャワーヘッドの特徴は何といってもこの露材のこの種類の多さです。セラミックが何種類か備わっているのが特徴的です。塩素除去のカートリッジの交換目安などはこの通りです。これがアダプターが3種類入っています。こちらが取扱説明書です。シャワーヘッドの取り付ける方法や先ほど紹介したアダプターの取り扱い方法、散水板の手入れ方法、あとはカートリッジの交換方法など紹介されています。一応カートリッジは交換目安はありますが、汚れが著しくひどくなった場合は早めに交換するのが無難です。こちらがアンデグシャワー浄水器です。独特の見た目のシャワーヘッドです。この散水板から発生するシャワーはとても丸みのあるシャワーで、肌当たりがいいのも特徴です。この部分、この散水板を分解することで、ここを外すとこのようにセラミックのボールが入っています。このようにたくさん入っています。このセラミックのボール自体は半永久的に使えます。アンデグのシャワーヘッドはこの止水ボタンを調整することで水のオンオフ、あとは強弱の調整ができます。そしてこの下の部分にはこのようにカートリッジを入れて使うことで浄水ができます。では重量を確認します。約 285g です。セラミックボールやあとは塩素除去のカートリッジが入っているため、若干重たい仕様にはなっています。